まあ、まずね、クランクの中でも大きく分けよう、はい、この時期の釣り方の一つ。こんな風強い時にな、うん、撮影はあかんと思うわ。しかも解説系な聞こえる？これ聞こえてると思うよ。みんな聞こえる？おうおう、うん、聞こえて、あの、なんでかって言ったら、はい、OK チャンネル、なんと、はい、3回目のこのマイク、はい、ちょっと爆風の中、はい、ちょっと解説しようかなと思います。そうやね、もう、はい、ほんまにもういつもわけわからんこと言うか、こうなんてんで。そんなことないけど全然わけわからんこと言ってないけど。いやいや、この間ベイト1本のやつでもさ、うん、春のやつ、うん、でもさ、なんかもうクランクがどうのこうの言い出してやな。言ってた言ってた。クランクの中でもあんなもんある、こんなもんあるみたいな、うん、クランクってルアーの中で言ったら、うん、そのまあ種類的には、はい、同じクランクの中でも、はい、いろんなクランクはある。そうやね。だからちょっとそこを分かっとかないと、うん、これどう使い分けしたらいいかとか、確かに出しどころもこれ自分で考えたらいいや、やっぱり。確かにね。そうだからちょっと基本を今日は教えてもらおう。分かりました。はい、ということで、はい、ということで、はい、まずちょっとざっと用意しました。ざっと用意してくれたね、うん。クランク用意しました。めちゃくちゃあるやん。ちょっと待って。だいぶ絞ったよ。ちょっと見てみる。うん。ざん。いやーざーん。ほら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 。はいはいはい。ほらほらほら。わからん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 。あのさ、うん、正直言っていい？うん。3つぐらいや思た。ちゃうねん。いっぱいあんねん。3つぐらいや思たら、こんないっぱいあるかな。そう、実はいっぱいある。まあ、まずね、はいはいはい、まあ、クランクの中でも、大きく分けよう。はい、大きく分けよう。これは、うん、シャロークランクって言われてるんですね。おー、これはシャロークランクですね。うん、まあ、その名の通り、はい、シャローエリア。まあ、要は水深が浅い。はい。クランクでいうと。はい。まあ、クランクってこう、全部ね、リップがついてるでしょ、こうやってね。リップついてるね。うん、これリップね。リップがついて、ボディーがあって、はい、っていうタイプなんで、はい、まあ、要はここに水を受けるわけ。はははなるほど。で、要は藍がここにあるでしょ、はい、ここに糸結んで、うん、引っ張ったら潜っていくわね。潜っていくわね。潜っていく。潜っていく。はははうん、で、それが水深がこの浅いところっていうのがこの今用意した3つなんやけど、あ、浅いところで使えるクランク。そう、これがシャロークランク。シャロークランク。はい。はい、で、このリップが長いやつね、はい、長いやつ。長いやつっていうのは深く潜ってくると、うん、はいはいはい。なんで、まあ、大体これで今用意したのは、うん、3メーター台やねんけど、はい、この辺はディープクランクっていう。ディープクランク、よく数字書いてあるよね。背中に大体書いてるよね。背中に書いてあるの。320とか、この HU とか、これも300ってことね。ああ、300ね。約3メーターとか3メーター20、うん、大体そんなもん目安で潜るよってことね。そうそうそう、はいはいはい。で、まあ、水深深いやつがディープクランク、はい、水深浅いやつがシャロークランク、はいはいはい。まあ、大きく分けるとまずこれがあります。あ、2つあると。2つありますね、はいはい、シャロークランク、ディープクランク、はい。で、もう一つ、これはクランキングミノー。クランキングミノー、はい。そう、要はクランクって言われてるルアーなんだけど、はいはい、ボディが、はい、まあ、こう細長いよね。細長いよね、うん、はい。要はミノーの形をしてる、はいはい。これをクランキングミノーという、うん。クランキングミノー。クランキングミノー、はいはい。要は、うん、こういう丸みを帯びたタイプとはちょっと違う。よりちょっとこうナチュラル。ナチュラルな感じですよね、はい、こっちの方がね、はい、そう。だこういうまず種類がありますよというのをちょっと覚えておいてください。はい、大きく分けるとこの3つなんやけど、はい、まずこの中でも、はい、形が違うのがあるんね。パッと見たこのディープクランクね、はい、クンクこれに関しては丸っこいよね。丸っこいね、丸っこい、ね、丸っこい、はいはい。シャロークランク見て。はい、シャロークランク、はい、出たよ。丸、はい、平たい。平たいね、これ前言ってたやつやんか。そう、これがフラットサイドクランクと言います。フラットサイドクランク、はい、背中が、はい、まあ、まっすぐこう来てて、はい、で、ボディのね、この横の部分っていうのが、はい、面よね。面やね、完全に、はい、平たい、細長い、平たい、はい、うん、平たい感じのクランク。そうですね、うん、はい、これをフラットサイドクランク、はい、フラットサイドクランク、はい、はいはい。なんで、まあ、まずこの形がちょっと違うよね。丸こいのとフラットサイド、そうで、大体まあフラットサイド型のクランクっていうのは、うん、主にシャローからミドルレンジぐらい、はい、まあ、大体 3m までぐらいのクランクが多い、はい。ディープクランクの部類でフラットサイドの形っていうのは、まあ、あんまりない。ああ、そうなんや、うん、あんまりない。へえ。で、まあ、なんでかって言ったら、うん、このフラットサイドのクランクっていうのは、はい、どっちかっていうとこうパタ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 ってこうロールしやすく、はいはいはい、パタパタ、面でこうパタ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 って動いてる、はいはい、結構水の抵抗バタ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 するから、はいはい。でこっちの丸いやつっていうのは、うん、丸いやつ、丸系ね、はい、丸系ね、うん、これはここを基準に、うん、
ウォブルって言って、うん、こういう風に、あ、はいはい、こういうブルブルする。パタパタやってみて、パタパタ。パタパタっていうのは、これは、こんな感じ。あ、はい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 。ちょっとこう、ロールが入ってる。ちょっと、じゃあ違うやつ、ウォブってみて、ウォブってみて。ウォブってみようか。ウォブってみて。ウォブルってこう。ああ、そういう感じね、うん。そういう動きの差がある。はい。だね。で、まず、この、はい、フラットサイド型と、はい、この丸系のね、はい、やつで、うん、特に今時期、春のタイミングで効果的な使い方っていうのがあって、はい、まず僕の中でいくと、うん、今からこの時期っていうのは、うん、特にこの中でもシャロークランク、シャロークランク、うん、あ、これが結構主軸になってる。おー、ディープとかでもなく、うん、このこっちでもなく、そう、うん、これなんでかって言ったら、はい、今からスポーニングでバスがどんどん浅いところに刺してくる、はい、あー、なるほど。そう、あったかくなればなるほど、はい、スポーニングで向けてシャローに魚が刺してくる、はい、でその魚がシャローに刺してきた時に、うん、シャロークランクでこうストラクチャーをどんどん巻いていくというのが、うん、結構あのよく釣れる釣り方なんですよ。なるほど。じゃあシャローに刺してくる魚を狙う、狙う。でそのシャロークランクの中でも、うん、僕はよく使うのは、うん、これワイルドハンチ、ワイルドハンチ、うん、あ、いつも言ってるやつやな。そう、エヴァグリーンの、ね、モードっていうね、まあ、はい、あの清水森戸さんが、森戸さんの、はい、作ってるクランクですけど、はい、これはやばい、やばいを説明しよう、やばい、やばいを説明しよう、はい、これマニアックな話になってくるんです。マニアックでいいですよ、いいですよ。マニアックな話ですけど、はいはい、これ同じ、はいはい、コンバットクランク、形的には同じよ。そう、大きく分けると、うん、はい、まあこれ一番万能、はあはあはあ、万能コンバットクランク、はい、これすごく万能で、はい、これ重心移動入ってるから、はい、キャストもすごい決まりやすいし、はいはい、もう規則正しくってウォブル、はい、ブリ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 ってしてくれて、はい、強めのウォブルでバスをアピールする、はいはいはい、これはこれで結構あのよく使うんだけど、はい、ワイルドハンチ、はいはいはい、これは同じようにこうくる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 って動くんやけど、はい、このストラクチャーに合った時、うん、物に合った時に、うん、どっちかっていうとこういう系のクランクって、うん、パーンってこうパッと動くの、はいはいはい、当たった瞬間にこうルアーがちょっと一瞬飛ぶような感じ、弾く感じ、パーンってこう、うん、飛んで、うん、また戻るみたいな感じが多いんだよね、はい、でそれがダメじゃない、それがいい時もあんねんけど、はい、この春の時期っていうのは、はい、僕の経験上、うん、結構ストラクチャーに対してパーンって強く当てるんだけど、ヌメヌメヌメって動いてくれる、ヌメ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 ってかわしてくれるやつが結構よく釣れるんだけど、ヌメヌメ最強ヌメヌメ最強ルアーが、ヌメヌメ最強ワイルドハンチ、他のクランクでもまあない、そう、ハンチってすごい、この浮力のバランスと、はい、このボディのこのリップの水上のバランスっていうのがかなり絶妙に作ってるらしくて、ストラクチャーに対してこう当ててこうかわしてくる時の取れ方がすごいヌメヌメしてる、どんな感じ、どんな感じ、こう要はストラクチャーに対してトーンって当たってパーンって弾くんやけど、こういう風にこう、沿うように、沿うようにそういうことね、そうそう、なるほど、ストラクチャーに対してだからすごい、はい、沿ってくれて、はい、しっかりこう物にこう沿いながら外れるから、ちょっとちょっとちゃうのよ、だリアクションの要素が強いのはこっちから、あ、なるほどね、そう、はい、パーンって動きはあんねんけど、ヌメヌメってするときは、はい、物に対して沿うように食うときっていうのは絶対あるから、はいはいはい、これが釣れるときって、うん、ボコズレする、あ、そう、もうほんまにそれがまず一つあると、はいはいはい、で、さっき言った、はい、このフラットホース、そうやな、うん、このルアーは、うん、三冠子音ってあるよね、三冠子音、三冠子音、はい、要は一旦、魚が朝でも上がってきました、はい、けど、はい、まあやっぱり気候的にずっと暖かい日じゃないと、はい、絶対こう冷える日が3月とか来るんで、ね、うん、この春の時パッと冷え込んだら今日寒いなみたいな日は、はい、このフラットサイドのロール混じりのパタパタっていうのがすごい効くんですよ。なるほど。で、その時は、これを僕はまあ中層からボトムまでをこれで狙う、はい。中層からボトム。中層でも引っ張れるの。おお。これはロールするタイプのルアーって結構中層で下からこう引っ張ってくる力があるんだけど、はいはい、それにがやっぱりこれにはあって水をパタ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 動かしてくれるから、うん、魚が結構この冷え込んだ時にそういう動きって強いんだよね。うん、あ、そうなんや。そう。だから僕は結構これ物に当てるというよりは、はい、ちょっと水深のある例えば杭とか。杭、うん。杭があるとかね、うん、例えばあのこう水深があるストラクチャー、うん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 、こう縦に生えてるやつ、はいはいはい、ああいうのに去ってこう投げてくると、はい、下からドーンって入ってくる、ああ、なるほどね、という結構使い方があったりして、なんでフラットサイドっていうのは、うん、僕的には三冠子音で言ったら缶のタイミングね、うん、はい、の時によく使います。
。なるほどなるほど、はい、むしろそれの時は、うん、逆にシャロー行って、はい、冷え込んだなシャロー行ってみてこれ巻いてみたらいきなりでっかいの出たりする時やから、うん、シャローの中でもこれをやっぱ使い分けて釣っていくっていう話ね。そうそう、ルアーの引っ張れる力がやっぱちゃうから、違うから、そうでこれはもう、うん、物に合ってる系やけど、うんうん、こっちは中層から引っ張れる系。なるほど、うん、そういう違いが。最初投げるとしたらその、コンバットクランクの方。そうやね、まあ普通にリップラップというか石とかね、シャローの、うん、岸際投げていきますってやったら、うん、別にこの辺かな。あ、その辺で確認して。でもなんかちょっとこう冷え込んでんなとか、うん、この水が例えばクリアアップしてるなとか、はいはいはい、なった時はこのフラットサイド、うん、あ、まあ、そういう使い分けをしたらいいんだね。そう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 、まあこの辺と、うん、であとはまあ、うん、冷え込んだ時ね、うん、これも効くから。まだそれあんの？これ機械板って言うと、はい、これ僕好みでっかいのつってんけど。あ、ええー、そうなんや。そう、これはね水深がだいたい3メーター近くまでこれ潜ってくれる。そんな潜るの？それ、これ潜る潜る。へえ。だから、まあ、今スイミングジグで狙ってるような沖のその水深深いところ、はい、刺してくるような魚っていうのが、はい、さっき言った三寒四温で冷えて、うんうん、ちょっとこう今日は追いが悪いなとか、うんうん、なった時は、うん、この辺でピタッと止めてあげると、うん、止めた時にゴーンって振ったりとかするのは。写真ある？その写真あるよ。嘘や、出しといて。どうぞ。えい。ほんまや。やろ？やろ？あったやろ？釣ったなこれ。釣ったやろ？やるね。ブリブリのやつ釣れるから。おお、ね。あれ4キロぐらいあったかな。へえ、すごい。でもそれもほんまに食いよるし。そうなんや、うん、これ。まあジャークでやってもいいし。そっか、いろいろ使えるんや。そうそう。ストップアンドゴーつって、ぐりぐりぐりって巻いてきてピタッと止める。はいはいはい。止めた時に。ドーンって持っていくから。ああ、なるほどね。そう、そういう使い方もできる。クランキングミナーから下をこここうってやってもいいって言ってたもんね。あ、そうそうそう、当ててってやっていいんだよね、これ。じゃあ3メーターまで潜るけど、うん、シャローとかで使ってもいいの？それは。あ、シャローで使っても全然いい。僕はよくオカッパリでこういうクランキングミナーを使うときは、うん、まず投げるでしょ。うん、巻くというよりは、うん、竿で引っ張ってきて、止めて。なるほど。ブルルッ。はあ、はあはあ。止めて。なるほどなるほど。ブルルってやってると、言ってたそれ。そうそう。これリザーバンロケとか、うん、川とか、うん、行った時にでもよく対応するこの時期の釣り方なんです。へえ。まあこれは全然だからありよ。そうなん。ちょっとこっち入れといてよ。じゃあこっちに入れといてよ。じゃあこっちに入れとく。いやこっちでこうローテーションしたいやん。そうだね。エスクソーバーとかはね。エスクソーバー。うん。この辺は結構このミノと、うん、このちょうどクランクを合体させてるのあるやから、あ、なるほど、ね、これもまあ止めれるのかな。あ、そっかそっか。そう、まあこの辺が主流かな。でこのディープクランクはディープクランクで、うん、まあボート釣りの人とかは、うん、沖が濁ったスイミング中ちょっと弱いなみたいな時に、うん、ディープクランク投げてもらうのはある。なるほどね、うん、けどまあ今からの時期でよく多用すんのやったら、はいはい、僕はここのシャローからこの辺りをよく使うかな、ね、あ、なるほどなるほど、うん、いいや。特にシャローの中でもそう説明して、うん、この辺の使い分けは、うん、結構大事だから。あ、結構大事。そう、結構大事。変えたら瞬間ガン食ったりするから。あ、そうか。そう、これ面白いところですね。なんか最近ちょっと巻きおもろいなって思い出してきたから、はい、スイミング中からな。流しとく釣れたとこ、この間の釣れたとこ流しとく、じゃあもう。いやいやいや、どうぞ。勝手にな。よっしゃ。コツン来た。危なかった。うわ、太いでこれ。なあ、なあ。釣ってるわ。釣った。釣ってる。まあやっぱ春で言えばスイミングジグ。まあこの釣りは絶対に外せないけど、まあでもやっぱこうシャローがね吹いてきたりとかすると、うん、違う展開もどんどん出てくるし。いや、なんかおかっぱり楽しいじゃん。おかっぱり楽しいよ。今から面白いからね。なあ、はい。ルアーフィッシングとしてクランクというのはもう王道ですわ。王道でございます。なあ。はい。王道といえばこれやん。これやん。メガムやないか。これ王道なん。これはもう王道やん。これ王道なん。ガムといえば梅ガムでしょ。え、マジで。はい。あんま食ったことないけど。え、